高知工科大学の学生団体ラスクは2018年からロケットの打ち上げを目指して設計開発に取り組んでいます。昨日は学生15人が液体燃料と固体燃料を組み合わせた低コストで爆発の危険性が少ないロケットエンジンの燃焼実験を行いました。3度挑戦しましたが燃焼せず、実験は失敗に終わりました。ちょっと悔しい気持ちではありますけれども、原因をしっかり究明させてしっかりやっていきたいと思います。高知工科大学によりますと、燃焼実験は今日行われた5回目の実験で成功したということです。